はい、アルビサポウッチです。えー、今日は、えー、岩田戦。うーん、えー。がっつり負けたって感じでしたね。えー、やっぱスタメンをかなり今回は入れ替えて、えー、っと、やっぱり疲れっていう分を考慮してのスタメンだったのか、まあ、あと後半にやっぱり畳みかけていくっていう。 感じとかもいろいろな考えもあったんじゃないかなと思います。えっ、ー、と都道府がテスさんとシルさんで結構ここが僕は前半はすごくまあまあ良かったんじゃないのかなとは思いました。うん。ただやっぱ切り替え講師の切り替え何て言うんですか岩田の方がやっぱそこは完全に上手であとは前からのプレスがすごい。 時間もう後半の最後の方までやっぱ前フォワードの人がずっとプレスに行くっていうのをしていたやっぱそこはすごすぎましたね僕はもう前半もずっとそういうプレスが最初10分ぐらいまではズバッとやっててそれからちょっとやらなくなってっていう部分があったんであもうあれかなもうなんか一番最初ちょっと入りってすごい大事なんで。 両チームとも行くじゃないですかそれでちょっと様子見て試合をやっていくのかなと思ったらその後もまたすぐプレスに行くで前半ずっとそういうふうな感じで岩田が来たのでその中でえっと先制されてすぐマウロからの、まあ、高木シルさんがファウル取っての高木のフリーキックでマウロが押し込んでっていうのでつい、えっと、同点にしてこれはちょっといけるぞっていうふうな。 感じには思ってたんですけどもで後半開始に2枚こう返して、えっと、新井君と福田、えー、入ってよしこれでちょっとスイッチ変えるぞっていう分だったんですけどもうん岩田がすごかったですねうん何でしょうすごかったやっぱりアルビの方が後手後手な守備をしていたというか うーん岩田の方にパスをうまく回されてそれを追いかける守備になっていたいましたねそこがやっぱりちょっとむ、うん、こういう試合結果でないようになってしまったのかなと、うん、マイケルの運ウはゴールは全然仕方ない部分でしたけどその前の方マイケルのってあれって相手キーパーからでしたかね相手キーパーパの かからがマイのの方方ででししたたっけ3 3点目の方でしたかねどっちだったかちょっと思い出せないですけどあの相手ゴールキーパーがものすごい速いスターリスタートしてあれすごかったですねあのカウンターあれこそカウンターでしたねうんあと今日良かったシーンとかで言うとやっぱり小島選手ナイスセーブがすごく多かったのとまあ ゴメスが久々にスタメンでやっぱりかなり前の方に行ったりとかしてたんですけどまあもうちょっとフォローがあればきっとゴメスのやりたいようなのとか多分ワンツーでちょっとなんか、うん、ができたのかなみたいなあとシオンがちょっとやっぱ後ろで受けるところが多いんで僕シオンは真ん中にいてほしい頻度なんですけどもうちょっとポジションが何かうまくできればなとなんか少しやっぱり。 うーんイバトの方がうまくすごくうまい具合にかみ割ってプレーをできてましたねちょっと3点目があれはちょっとスーパーゴールすぎるしすごい諦めないっていうのをまさまざと見せられたなっていう感じでした多分あれ普通に僕の中ではもうほ全くまだ何も見てないですけど今節のきっとベストゴールじゃないかと思うぐらい素晴らしくやられたって 思いましたあの3点目、えっと、なんでして、中野選手じゃなかったかなと。確か2点とも中野選手だったんで、あれは素晴らしい。負けました。うん。ああ、えー、もう仕方ないですからね。まあ、とりあえず、こんな試合でも一応は YouTube は撮っていきます。えー、僕そんなにメンタル強くないので、あのコメント欄、変な、あのきついコメントも僕に言われても困っちゃうので、優しいコメントで、 ポジティブに行きましょう僕、血面出ちゃう人間なんで、<laughs> はい、よろしくお願いします。えー、まあ、こんな落ち込んでも、すぐまた水曜日に千葉戦来ちゃいますので、そうですね、今日の岩田みたいな切り替えを、切り替えで、恐ろしいほど、勝ってやりたいですね。まだまだ、えー、まだ半分終わってないですから、半分終わってないのに、消化が諦めるのは早いです。 まだ上位にいるし。まあ、ちょっと上位陣はまだまだ上にいますけど、えっ、ー、と今節、実はまだまだ上位陣がちょっと勝ち切れてないので、逆に、すごく、なん、なんていうちはラッキーなんですかね。っていう感じです。まだ月はあります。っていう感じですかね。なんもない。ですね。よし、とりあえず、そんな感じでございます。 水曜日、千葉戦。頑張りましょう。じゃあ本当に皆さんお疲れ様でした。ありがとうございます。